マロンクリームはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。1985年にキャラクター開発。開発当初はまだ名前がなく、名前がない頃は暫定的にオシャレウサギと呼ばれていた。翌年の1986年にマロンクリームの名前が付けられるようになった。トートバッグやパース、木製の雑貨や文具雑貨などが発売された。 いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞で、第2回において1位を受賞し、歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞22位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これあります宣言で、15位以内なら、時島ロールで、マロンロールを発売すると宣言していたが、惜しくも、ランクインを逃し実現とはならなかった。 また、いちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催され、第2回のサブキャラコンテストではシナモンがノミネートされ42位体にランキングされている。コンテストを終えた際の一言はメルシー。楽しかった。であった。ありがとうございます。